親父は階段を上るたびに息切れが激しくて辛いという。それってタバコを吸い続けて起こる肺の病気 COPD かもしれない。親父には長く元気に生きてもらいたい。親父、とりあえず病院行ってみない？ COPD は治療できます。